東方紅レ1号は中華人民共和国発の人工衛星。東方高人工衛星計画の一環として1970年4月24日に打ち上げられた。この衛星によって中国は世界で5番目の人工衛星打ち上げ国となった。なお、英語圏ではチャイナ一、シコム一などと呼ばれることもある。1958年、毛沢東が我々も 人工衛星をやらなければならないと提唱した。中国経済が好転し始めた1965年6月、1970から71年に最初の人工衛星を打ち上げることを決定。1000学ぶ森の指示のもと、開発が進められた。1970年4月24日21時35分、内モンゴル自治区西部の主戦衛星発射センターから、 調整 1>, 1号ロケットにより打ち上げられた。ロケットとの切り離しも正常に行われ、21時48分に予定通り軌道に乗った。通信機を搭載しており、26日間、毛沢東を称える歌、東方くれないを宇宙から配信した。これは日本でも受信可能だった。この時に受信された音楽が、サウンドフロムスペースのチャイナ1で聴くことができる。 東方クレナ1号の主な目的は人工衛星技術の試験と電離層と大気層の環境観測であった。東方クレナ1号は球状の72面体の形をしており重量は1 7 3キログラム直径は1メートルあった。この1 7 3キログラムという重さはその国初の人工衛星としてでは最も重い。姿勢制御のため、 1>, 1分間に120回転し、温度調節のため、外表面は特殊な加工がされたアルミニウム合金でコーティングされた。球体の中心部には、長さが最低2メートルある4本の超短波ホイップアンテナが付けられていた。機体の下部はロケットエンジンを積んでいるステージに接続した。軌道の近地点は4 4 1キロメートル、遠地点2 3 8 6トル。 傾斜角68.55度、周期114.09分。20日の稼働を予定で設計されたが、実際には28日間稼働した。稼働中、遠隔測定データを地球に送信し続けた。5月14日に通信は終了した。この成功によって中国は、ソ連、アメリカ、フランス、日本に次いで5番目に独自に衛星を打ち上げた国となった。 2005年4月21日、中国宇宙技術アカデミーは、東方紅い1号の設計、製造、監督に関係した技術者たちを集めた。東方紅い1号の誕生の地である、北京衛星製造工場は、モニュメントとして使用された。新州5号有人飛行記念日とのコラボレーションとして、東方紅い1号の実物大レプリカをその、工場で生産した。これは、 北京プラネタリウムで公開された。2010年4月23日打ち上げ40周年を記念して中国公典鍵集団講師は北京港天城で記念東方クレナ1号衛星発射成功40周年座談会を開催した。東方クレナ1号は現在も 431km から 2124km の安全な軌道上に存在する。 底面に光る金属リングを装着しており、5から8等級の光で見ることができる。ありがとうございます。